サワディカ。それでは西郷隆盛、こちらの、海音寺さんの西郷隆盛という物語を、お話ししておりますけれども、前回まではあの長州征伐が開閉されるまでのいきさつをお話しいたしました。で、この頃にあの坂本龍馬ですよ。で、これは大阪か京都かはちょっとわからないみたいなんですけれども、いずれにしても薩摩藩邸で中岡慎太郎と土方尚元、これは五郷の周りにずっといた人なんですけれども、どちらも同じ土佐出身の三人なんですよ。で、この三人が話しているうちに誰が言い出したのか、薩摩と長州が手を結めば幕府は最も強力な敵を持つことになる、ひょっとすると倒せるかもしれんという話になって、この三人が中心となって実行に移していくんですよ。とは言ってもこの薩摩と長州、もう仲が悪くて大変なんですよ。特に長州ですよ。もうこれまで散々な目に遭ってきたわけじゃないですか。長州がもう京都には出禁になってますし、もう入れもしないんですよ。もし潜入したところでナマスのように切られるんですよ、公式に。何しろ朝敵ということは日本の中でもうすでに孤立してるんですよ。で、しかも幕府が5月10日までに攘夷を決行すると宣言しておきながら、それをしなかったので長州が攘夷を決行したわけですよね。もっとも幕府にそれを言わせたのは裏では長州が暗躍していたんですけれども、ともかくそれをしたらもう四国艦隊が襲撃してきて、そこでもボコボコにされてるんですよ。だから長州としては日本はもとより世界からもう孤立しているような状況なんですよ。もう同志もですね、たくさんこれまで死んできましたよ。非業に倒れてきましたよ。それもこれも何もかもがあの8月18日の政変だという考えが根本にあるんですよ。あの政変といえば薩摩と会津じゃないですか。だから今長州の中では薩族会館というスローガンを掲げてるぐらいなんですよ。実際に長州の人は薩摩と手を結ぶぐらいなら偉人の靴を頭の上に乗せた方がマシだということを言ってるぐらいなんですよ。これ強烈じゃないですか。でもちょっと不思議に思いませんか。これまでの長州と薩摩のいきさつはいろいろあったにせよ、ついこの間の長州征伐の時に西郷がいろいろ長州のために奔走していたのを、まあ、一部の長州の人はそれに接しているじゃないですか。それだけではないですよ。あの金門の変でたくさん長州の人が死んでるじゃないですか。西郷は、まあ、長州だけではないんですけれども、長州を含むあの時の戦死者を丁重に埋葬してるんですよ。それにあの金門の変では薩摩は捕虜にした長州人らをこれまた丁重に優遇して、あの長州征伐が始まる前に送り返してるんですよ。これは薩摩の武士道によるものなんですけれども、では一方の会津ではどうか。会津もあの金門の変では何人もの長州人を捕まえてるんですよ。こっちの会津では多くの人が牢に入れられてそのまま獄死、あるいは斬殺されているんですよ。もっともこれは幕府の命令で、これに従わなかったのが薩摩の方なんですよ。こうしたことを長州人は知ってるんですけれども、なかなか素直に受け入れられないんですよ。何か腹黒いことを考えてるに違いない。西郷は我が藩征伐の首相者だったんだ。首相してあまり気の進まなかった幕府を引きずるようにして征伐に踏み切らせたんだ。そのくせいざとなるとああいうことをする、何か腹黒いことを企んでるに決まっているというように、かえって疑心と憎悪を募らしているんですよ。だからこの問題は非常に根深い状態になってるんですよ。はい、1865年も4月ぐらいになるとあの長州征伐をもう一度やろうという空気が起こってくるんですよ。これはつまり幕府が一度解決したあの長州征伐ですよね、去年起こったものを蒸し返そうとしてるんですよ。だから前回の最後の方でも言いましたけれども、清張軍の解決に幕府は納得しないんですよ。そこで再び長州征伐ということで、これを長州再生と呼ばれるものなんですけれども、この問題がまた出てくるんですよ。で、それが4月ぐらいになると、どうやら幕府は本気でそれを実行しようとしているというような雰囲気になってくるんですよね。で、ついに5月16日に進発するという進発令が出されるんですよ。じゃあなぜ幕府はもう一度長州を叩くのっていうことじゃないですか。まあそれはさっきも言った去年の清張軍の解決法に満足していない
ということですよね。幕府の本部が。二つ目に、この物語でもよく言われるんですけれども、幕府はペリー来航の頃から、その外交の仕方がですね、特にもう日本全国から批判がすごかったじゃないですか。だから、その権威が年々下がってたんですよ。にもかかわらず、去年の長州征伐の時は、曲がりなりにも15万の大軍を率いて、長州を攻めて、まあ攻めると言っても、戦にはならなかったんですけれども、意外にも向こうが、もう強靭の意を初めから示してくるので、もうこっちはその気になってしまったということなんですよね。だから、勘違いしてしまったということなんですよ。これがさっきも言った清張軍の解決法が満足できないということと相まって、だから幕府の面目ですよね。そこから来る傲慢、おごりですよね。まあこれは封建社会の支配者としてずっと君臨していた幕府のまあ差がというべきものかもしれないですよね。今一つはこの時期にフランスが幕府に急接近してるんですよ。だから薩摩が薩英戦争を通じて大英帝国と仲良くなっていったように幕府ではフランスと急接近してるんですよ。まあこの大英帝国とフランスは共にこの時代の移り変わりである日本の新しい国づくりが生まれた後の利益を求めてのことなんですけれども、まあそういった外国勢力の思惑はまあそれはそれでいいじゃないですか。ともかくもフランスはまあこの時期よりもうちょっと前からですよね。すでに幕府とフランスの合弁会社を作って貿易とかしてたりするんですよ。その代わりフランスから600万両もの借金をしたりだとか、そういう動きがある中、この当時のフランス公使レオン・ロッシュという人がこういう風に進めてくるんですよ。金も貸しましょう。兵器も用立てしましょう。まず長州を倒し、次に薩摩を滅ぼしなさい。この両藩を倒せば、あとは手に立つ藩校はありませんから。全部廃止して、日本を徳川氏の主催する軍権制度の国にしてしまいなさい。もっとも、すべてが幕府の勝手な都合なので、もう幕府が一人で声を上げてるようなもんなんですよ。みんな、はぁって感じなんですよ。西郷ももう鼻で笑ってるような感じですね。幕府は自らその権威を落とし入れていると。はい、1865年、うるう5月5日、下関で土方久元と坂本龍馬が会います。で、この時坂本は、今、あの中岡慎太郎が薩摩に行って、西郷を下関まで連れてくるという状況であることを知って、じゃあ私はこのままここにいて、桂を繋ぎ止めておこう。ということで、また連携するんですよ。ここで、あの来るはずだった西郷が来なくて、京都に行ってしまった。カツラが激怒するというシーンが起こるんですよ。まあ詳しくはこちらをご覧ください。で、ちなみに今回の動画ではあくまでも西郷隆盛、まあ西郷側での物語の解説なので、この時の記録を少し紹介するとすると、この時なぜ西郷は下関に行くつもりだったのに、急に京都に行ってしまったのか。それは薩摩から下関に行く途中、佐賀の関に着いた時のことだったんですよ。記録によれば、もう京の切迫した情勢が書いてあって、すぐさま京に来てほしいという大久保からの手紙があったと。というような記録があったんですけれども、果たしてその手紙自体は残ってないんですよ。だから筆者の海音寺さんが言うには、その手紙は本当にあったかどうかはわからないが、ともかくも久光の影響があるんだろうということを言ってるんですよ。だから具体的にはこちらからわざわざ出向くような必要はないと。こっちから出向いた同盟なんていうのはどうしても後々に下手に出ることになってしまうから、ということぐらいは言われていたかもしれないと。ああ、なるほどなぁと思うんですよね。これを思えば後々のいざ薩長同盟がなるといった時に10日間も薩摩から口を出さなかったということはなんとなく頷けるんですよね。はい、1865年、うるう5月18日。この日に西郷が、この佐賀の関から京都に出発しちゃうんですよね。で、その3日後、うるう5月21日。この日に中岡慎太郎が佐賀の関から船を乗り継いで下関まで着いて、桂が激怒するわけですね。で、坂本龍馬のアイデアもあって、この時から坂本龍馬の亀山社中というカンパニーですよね。これを通じて薩摩名義で武器だとか軍艦だとかを長州は買い揃えていくことになるんですよ。
はい、それでは1865年のウルー5月の頃までのお話をしてまいりましたけれども、この頃になると大きく問題は3つあるんですよ。まず1つ目としては長州再生問題。これはもうさっきから言ってることですね。もう幕府がもう困ったことを言い出してるんですよ。また2つ目としては兵庫開港問題。これはあの井伊直弼が勝手に調印してしまった通商条約で兵庫を開港することが盛り込まれていたんですけれども、これをどうしても朝廷が許さないんですよ。絶対に許さないと。だって兵庫って京都から近いんですよ。兵庫、大阪、京都じゃないですか。だから何かあった時に襲来されたらすぐ攻め込まれてしまうんですよ。だから絶対に嫌だということを朝廷は言ってるんですよ。でも幕府としてはもう調印しちゃった条約がありますから、もう外国勢力がうるさいんですよ。で、三つ目としては将軍辞表問題。これはさっきも言った朝廷と外国勢力との間で板挟みになっている幕府のトップである将軍、現在の将軍は徳川家茂という人で、若干19歳の若さだったんですよ。しかも国内問題ももうわんさかじゃないですか。幕府内でもいろんな人がいますよ。もう将軍なんてやめちまえみたいな声もあったそうですよ。そういった状況にほとほと疲れ切ってしまったみたいですね。まあ周りの意見もあって辞表を朝廷に出すことになったんですよ。まあそういった大きく分けて3つの問題が渦巻く時世はちょっと置いといて、1865年11月の20日、第1回幕長談判が始まります。この時にあの新選組の近藤勇が他数名を連れて幕府側の友としてついてきてたっていうやつですね。まあ詳しくはこちらをご覧ください。1865年12月上旬、西郷が長州との同盟の機が熟してきたようでごわすということを言って、黒田清隆という薩摩藩士を長州に派遣するんですよ。1865年12月27日、黒田が桂を引き連れて京都にやってくるんですよ。はい、それでは年が明けて1866年1月の21日、薩長同盟がなる。まあ、この前の10日間ぐらいは、まあ、いろいろいざこざがあるんですけれども、あの坂本龍馬が最後に京都にやってきて、うまくまとめてくれるんですよ。この薩長同盟は大きく分けて2つあって、今起ころうとしている長州再生に対してのことですよね。端的に言うと、幕府に対して屈服することなく立ち向かっていこうというものなんですよ。2つ目としては、今現在、長州は朝敵となっていますから、この冤罪を薩摩の方からうまく取り直して回復するように尽力することというようなことを書いてあるんですね。まあ、詳しくは概要欄をご覧ください。はい。ということで、無事薩長同盟ができたわけなんですけれども、この時、少しの間京都に滞在していた桂は、この長州再生、だから第二次長州征伐ですよね。この幕府の方針を耳にするんですよ。それによると、10万石削法、だからこれは長州の領地を削ってしまおうというものなんですよ。あとは藩主父子をもう隠居させて、家督は正氏の子に沖丸という子がいるんですけれども、その子に継がしてしまおうと。幕府としてはこれをすれば幕府の面目が立つという考えなんですよ。で、しかもさっきも言ったようにもうおごりがありますから、掛け声だけでまた長州は恭順して言うこと聞いて、かつ恐れいるだろうと、そのように踏んでるんですけれども、果たしてそうはいかないですよね。1866年4月中旬、薩摩に幕府から出兵命令が出るんですけれども、もちろんこれは拒絶してるんですよ。その拒絶した内容文を当時の状況をお伝えするためにも紹介したいと思います。速攻内外気球の時節にあたって、膨張処置の逃避は公国の荒廃にも関わる重大事で、実に容易ならざることであります。このことについてはこれまでもたびたびお達しでありましたが、今度はまた来たる4月21日の期限をもって大前府市等をご召喚になり、もし今度も召喚に応じないのなら、討ち入りを断行するゆえ、さように心得てお指図を待つようにとの仰せ渡しをいただきました。ご趣旨は確かに受けたまりました。しかしながら、元来長州問題は一昨年、尾張先の大納言様が総督として出張なされ、長州の伏在の道が立ち、ごてっぺんにまでなったのでありますのに、抗議においてはご満足ではなく、
かえって尾張様にはご見積同様の言い渡しをなさり、中んづく長州藩には早速に上洛せよとの朝命を下され、長州がこれをお受けしませなんだので、容易ならざる企てありとして、再生を仰せ出されてご心髪になり、現在に立ち至ったのであります。その間、上理の脈絡なく、不条理の連続でありますので、これでお討ち入り断行ということになれば、天下の大乱はこれから始まること明白であると、我が藩は憂慮に耐えないのです。一体、このことについては朝廷から幕府に対して、時勢をよく考え合わせて、官邸に処するようにとのご趣旨をお達しでありましたのに、幕府はそれを包帯なさらないのであると伝えられて、天下の人々は議論百出、最もやかましい問題となっています。征伐は天下の重点、国家の大事です。歴史上後世に恥じぬよう判然と大義名分を立て、その罪をならせば未だ礼を崩さずして、司法が共鳴同感するようでなければ死闘とは申せないのであります。かつまた兵は狂気みだりに動かしてはならぬとは古来の大会です。この頃は天下の陣地が開けていますから、無名の死を起こし動かすべからず狂気を、みだりに動かすを非とすることは最も明瞭であります。諸藩においても打つべきではないという論が最も多いのですから、こんなことをなさっては本来発乱再生のご指揮将であられる将軍家がかえって天下大乱の元を開かれることとなります。前述しました通り、この戦は天理に基る戦です。大義上お受けするわけには参りませんから、我が藩はやむを得ずお断り申し上げます。1866年6月7日、第二次長州征伐が始まります。まあこれも高杉晋作の物語、世に住む日々の通りなんですけれども、もうこの時点では薩長同盟がなってますから。で、坂本龍馬の仲介で新しい武器、軍艦も揃えてあるんですよ。だから強いというのもあるのと同時に、今回の征長軍は戦意がないんですよ。だって大義名分がないですから、要するにやる気がないんですよ。だから全ての戦線においてこの征長軍は負けっぱなしなんですよ。1866年6月16日、英国公使のパークスという人がいるんですけれども、この人が薩摩を訪問してるんですよ。これは薩摩藩主の招待によるものなんですけれども、この16日から21日までいたと言いますから、だから1週間弱ですよね。薩摩はパークスをはじめとする英国人に対しておもてなしをしていたみたいなんですよ。薩摩側が野砲射撃の演習を英国人に見せたり、ある日は英国側が実弾演習をしてみせて、その精妙さに薩摩側を驚かしたり、あるいは陸戦隊の戦闘法を見したりするんですよ。で、英国人はなかなか狩猟が好きだということで、薩摩側が狩猟をご馳走して英国人を喜ばせたと、というように非常に有意義な交流を深めてるんですよ。またこの時に西郷とパークスはきちんと意見交換してるんですよ。そこでいよいよ薩摩と英国の絆は強くなっていくんですよ。はい、1866年7月20日、将軍徳川家茂が病死します。1866年8月8日、慶喜が朝廷に参大、全軍総監の勅許が下されます。この時点ではまだ将軍家茂の死は公表されてないんですけれども、幕府内部では大変な騒ぎとなってるんですよ。取り急ぎ次の将軍は誰かということになるじゃないですか。当然慶喜に目が向けられるわけなんですけれども、慶喜はそれを断るんですよ。ただもう状況が状況なので、この長州再生、この征長軍のトップにとりあえずついてしまった、それを受けてしまったという状況ですね。で、もうこれを受けてしまった以上は、この長州再生は成功させなければいけないですよね。これを引き受けた慶喜は大打ち込みと称して、自ら軍勢を率いて長州に対する徹底的な武力攻撃を行うつもりだったんですよ。で、こうして派手に宣言した4日後、8月の12日、前線である小倉城が落ちた情報を聞いて、今度は朝廷に平時は見合わせよという勅をお願いしに行ってるんですよ。1866年8月20日、このタイミングで将軍家茂の母が発せられ、同時に慶喜が徳川本家を相続することになります。
1866年9月2日、宮島会談、休戦協定が結ばれます。一応ですね、これは勝海舟が長州側の人間と、まあ、人間関係が少なからずあるということで、慶喜がそこに目をつけて勝海舟に命令するんですよ。で、この二人はお互い嫌い合ってるんですけれども、まあ事情が事情だからしょうがないということで、勝海舟もまあ一人で行くわけですよ。休戦といえば、まあ聞こえはいいかもしれないですけれども、この場合、休戦というのは誠に幕府側の勝手な言い分なんですよ。だって、戦という点で言えば、幕府側は負けてるんですよ。前線であった小倉城も落ちてますし、なので、休戦、これを聞いた長州側は、いきり立つんですけれども、まあ、そこら辺は、勝海舟の人間力ですよ。勝なんかはですね、もうはっきり言っちゃうんですよ。要は、幕府が負けたんでござるよっていうことを言うんですよ。まあ、ともかくも、勝のこれ腕ですよ。ここで、なんとか丸めて、吉信のところに報告行くじゃないですか。そしたら、ほとんど無視されるんですよ。というのも、勝が宮島まで行って、頑張って交渉している間に、幕府内の空気が強気になってたんですよ。まあ、ともかく勝の成立された休戦協定というのは、幕府側ではこのまま無視される感じになっちゃうんですよ。で、この後数ヶ月なんですけれども、うやむやの状態がちょっと続くんですよ。1866年12月5日、徳川慶喜についに将軍宣言されることになります。これにて、江戸幕府最後の将軍、第15代将軍、徳川慶喜が誕生するわけなんですよ。1866年12月25日、孝明天皇が崩御、いかにも乱世であります。夢見ていますか？この国の未来をもがいていますか？明日を生きるため志高く駆け抜けた同志の使い切られた命に